なんですが、カープは3番手澤崎が上がっております。これが今シーズン2度目の登板ということになりました。さあ、西山とのサインの交換です。スミスに対してこれも高めの球、ストレートを調子戻してくれないと、はい、確かにカープとしてもですね、先発陣考えますと澤崎あたりがやはりこの低いゾーンへ1年目あたりが特にそうでしたけども、低いゾーンへコントロールしないと、はい、中継ぎある程度できてもなかなか先発で粘ります。スミス次が9球目外れたゴーあたりは出してましたから、今日のベタジーにあたりは近めを結構3人、3、4人ある程度計算できたんですけども、はい、いいスタート切りましたんでね、はい、さあこの当たりはライトの後方、しかし落下点に入りました。出していたので、その目標の一つ、ボールを笹岡が攻めてきましたけどと思いますね。はい、また一人しつこいバッターが、嫌なバッターが できてきたなって感じでしょうね。はい。